日本埼玉県埼玉市浦和区瀬が先瀬が、先は埼玉県埼玉市浦和区の町名。現行行政地名は瀬が先1丁目から瀬が先5丁目。住居表示実施済み。郵便番号は330-0044。埼玉市浦和区東部の大宮台地上に位置する。地区の東側を緑区、サイド道、原山、南側を駒場、西側を両家。 北側を大東と接する。北浦和駅からはやや遠いがバス路線によって交通の便は良く住宅地が広がっている。南には浦和駒場スタジアムがある。住宅地の地下は2017年1月1日の工事地下によれば、瀬が先5丁目22の4の地点で16万5000円平方メートルとなっている。元は 江戸期より存在した足立郡木崎寮に属する瀬が、崎村で、古くは同軍木崎寮に属する江戸期の木崎村であった。さらに古くは、戦国期より見出せる足立軍のうちの豪村名の、木崎里であった。元禄年間頃に、木崎村より瀬が、崎村が、駒場村、城北、崎村、下木崎村と共に分村されたとみられる。村高は、 原禄号町では202国、天保号町では203国。スケは中仙道浦和塾に出役していた。活性期の世帯数は30件で、村の規模は東西3兆余り、南北4兆余りであった。2017年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。地区内に、 鉄道は不設されていない。最寄り駅は、京浜東北線北浦和駅が西が、先5丁目22の4の地点よりおよそ1 9キロメートルの場所にある。地内に国道、及び主要地方道、一般県道は通っていない。地内の3丁目に、個人所有で、指定天然記念物のイチと白菓が、それぞれ一株あった。 これらは伐採により2016年度指定解除された。ありがとうございます。